あの、うん、ヒーローアカデミア見てる？見てない。でもちょっと見ようかなと思ってる。途中まで俺漫画借りたりして見てて、うん、アニメ最近見たら面白かった。あ、面白い。面白い。うん。見ようかな。もう終わるみたいで。あ、そうだね。うん。漫画？うん。なんかもう最終決戦終わったみたいな。え、そうなんだ。うん。そっちのネタバレ見てないから知らない。開封していくか。ぬるっとサクッと今日もやりますか。開けていきますか。はい。はい。まあこれね、抽選。あ、違う。これはまあ普通にあのいつものところで書いてるやつ、ね。二つの伝説。二つの伝説新しくいつだっけな。5月発売27かな。発売のやつですね。お、まあ、開けていく。12パック開けていく、開けていく、サクッとぬるっと開けていく。これね、ラブーンが欲しいんだよな。ラブーンが、おい、左向きソフビ、俺の左向きソフビ、ここはねちゃんとね、ラブーンが欲しいんだよな個人的に。めっちゃ可愛い。ポローンって誰？いそうだけどさ。こんなもんかな。お、いいね。プリンスベレット。これでも一回開けてんだよね。確かね。雷。ミスターナイ。ガスティーノってこんな、ガスティーノってなんだっけ？何のキャラクターだっけ？ミスタースリー？ああ、違う。これ、なんだっけこれ。え、だってあれじゃん。ベガパンクのライバルとかやつ。あれとは違うのか、ガスガスの。いや、ガスガスの実だよ。あ、が、こいつだっけ。うん。こんなんだったっけ。それ変装してんじゃない。あ、そういう感じか、昔のとか。うん。え、それ多分、なんか一番新しい衣装じゃない、うん、あ、なるほど。出た、ビンゴ。こいつあれなんだよね、あのバリバリの、あ、そうの真似、あ、そうか、バリバリだ。バリバリの前者なんだよね。ヤマト、ドーマ、あ、ドーマ、そうか、白ひげ参加か。ミニメリー、めっちゃずれてた。クリケット出た。高三ゼラグナロク、結構一番あのゾロのあれが好きだ。亡者のたわぶれやってるやつだったから、確かに。あー、ラブーンかわいい。子供の時の、あ、ここにね、ここにね、見えるか、ここにブルックがいるんすよね。ヤマさん、おでんかっこいいな。やっぱ日和はゾロと結ばれるのか、そうっていう考察がね結構出てるよね。なんかいいよね、ワンピースカードってさ、マジ全然さ、なんかモブキャラでさ、意識してないさ、なんかやつもちゃんとカード貸してくれるからさ、なんだっけこいつみたいな、ちょ、知識深まるよね、ワンピースの。名前わかんないやつ。あ、そうそうそう。こいつこんな名前だったんだ。あ、そう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 。まあなんか普通に読んでたらさ、あれだけど、あー、これいいね。オカマウェイ、男の道をそれるとも女の道をそれるとも踏み外せぬは人の道。
散らばものとも誠の空に咲かせてみせよう。オカマウェイ。いいね。ボンちゃんまた早くね、復活して出てきてほしい。まだ捕まってない。まだいるんじゃない。捕まってるっていうよりかはどうせあれでしょ、地下にいるのか。そうそうそう、インペルダウンで多分なんかあれしてんじゃない、脱獄計画でも練ってるんじゃない。で多分でしょ、ルフィがピンチの時にボンちゃんみたいな下りでしょ。もう、まあ、そうなってほしいよね。いやちょっとなんかあれだな、渋いな、何も出てこないな。そうか、バラパックだからか。そう、バラなんだけど、まあでもまとめては箱から抜いてくれてるから、すごい良ければめっちゃ当たりが重なってんの。おラブーン、これじゃないけどありがとう。ラブーン、かわいい。ラブーン、かわいい。ラブーン、これは何、向こうは TikTok。 いや、これも一応撮ってる。あ、そうなんだ。両方です。ラブーンの、それでも持ってない。あ、これ持ってない、これは持ってない俺。あ、これはありがたい。これの、俺が欲しいのはこれの C、パラレル、パラレルが、あのラブーンとブルックが、ブルックのなんか葉が背景に描かれてるっていう、ちょっと泣きそうになるやつ。いやー、まあバラだとこんなもんかな。モンブランクリケット、ヤマさん、あー、これもね好き。お前が俺に勝てるわけねえだろ。これは男と男の喧嘩だったね、完全に。超好き。まあでもラブーンかどってよかったね。ラブーンね、とりあえず、っていうことは、じゃあ前半の25パック買った人は、まあほぼ入ってますよ。ホクホクしてた。うん、ホクホクしてた。まあ25パック買ったとは限らないから。あ、まあ、あ、12パック、半分12パックだ。12パック5パックしか買ってない。そうですね。じゃあちょっと前菜がね終わってね、本番温まってきたということでね、じゃあクロスストアで、クロスギルド、クロスギルドはちょっとかっこいい。やっぱり高野目さんがかっこいいよね。まずはねクロスストアで買ってきました。クロスギルドで買ってきました。クロスギルドで稼ぎました。海軍が、海軍やっつけちゃう。いやこれ初開封だな、やばい。ちょっと緊張するかも。色かりのか、おけー、なんか1枚曲げてる、出てこない、嫌だっていうやつがいる。じゃあ初開封いく、開けていく。もうだって知らないもん、この白ひげ海賊のスピードジェルとか。知らない、知らないでしょ、知らないでしょ。まあ、ハブレットとかはさ、それはさ、いるけど。あ、出た、モビーディック号。何ジンベイの顔がこれ、そのイラストレーター、何、好きだけどさ、なんかこの抜けた感じ好きだけどさ、可愛いけどさ。カルガラフーズ風、フーズフック結構かっこいいよね。うん、サーベルタイガー。そう、サーベルタイガー。俺は決してお前を撃たね。いや、いいね、かっこいいのね、これかっこいいね。クリケットさ、キングデュー。あ、白ひげの、そう、はい、隊長か。あ、サッチね、サッチ。サッチどれぐらい強かったんだろうね。ね、なんかコックにしか見えないんだよ、格好的に。ちょっとさ、あのネタに行くで行くならさ、仮面ライダー系とか行けそうだよね、格好が。え、なんかこうスカーフ巻いて、ね、そうそうそう、なんか変身しそう。キラキラの身の上手、上手。お、エスベアじゃん、今のね。セラフィム、なんかセラフィムデッキみたいなの作れても面白いかもね。エスベア、人の夢は、あ、ここで出てくるんだ。黒周りも
って懐かしい。確かに。シャーロットクラッカー。ドラム王国。いやーいいね。これね、敵に仲間は恨んぜよ。みんな嘘ついて死にかけるっていう。黙って。あ、可愛いキャロット。いいね、キャロット。可愛い。お、ワンダ。キラー。そうだね、レア。ただのレア。ワンダ。これってナミさんの服装なの？一応。ナミの服。ナミの服なのか、貸してる系か。それで食われたって言ってたじゃん、最初。食われたのかみたいな。いつら食っちゃった。ああ、そうだ。そうだ。そんなのあったわ。よく覚えてるね。懐かしい。ゾウの下りでしょ。いやー、ここまでまだ SR がない。まあ、半分だとね、マジどっちかに偏ってる可能性の方がでかいんだよな。あと今回あれがないかも。あの、なんかリーダーパラレル6枚パックみたいな、奇跡のパックみたいな。前はあったけど。あ、ペコムズ、かわいい。カメカメの巫骨？なんだろうね。カメカメっぽいけどね。マッシュル、あー、これね、フィルムチョッパーのやつね。お兄ちゃんだよね。え、誰？え、これあれ、あの、なんだっけ、ワポル、ワポルのお兄ちゃん映画で出てくるやつ。なんかキラキラ見えちゃったけど。おー、かわいい。これいいね。じゃあこっちにお願いします。キャロット、SR。 綺麗綺麗ね、これいいね。キャロット SR、 これいいね。これはありだね。これはいいね。これかっこいい、ゲルニカ、うん、キャンディーメイデン、お、かわいい。あ、ナースか。うん、ハイキングベア、ハイキングベア、かわいい。あの、お辞儀しなきゃいけないんだっけ。そうだよね、お辞儀しないと怒られるんだよね。あ、出た、宮城。ポイントガードです。ポイントガードです。そっちじゃない、宮城はポイントガードですそっちじゃない。誰ね、わかんない。シャーロット・ポワールとかマジで知らないキャラクターが多い。だって出た、チェス周りも出た、合体するやつ。あー、いいね、これ。レアだけど、エースとルフィ、ルフィが後ろにいる。あの、救出した時のあれだね。これかっこいいね。これムッキムキだね。プレゼントしよう。あ、出た、ニトロ、ホーミーズだ。こいつも可愛いけどね。水、あ、出た、 S シャーク、ジンベイのセラフィム、クイーン、おお、いいね。まあ、前半こんな感じかな。まあ、パックだとマジできついね。SR を1引くのが。それでも12パック買ってるから、やっぱり半分、そうすると残りの買ってった人たちの方に3枚ぐらいは入ってるわけよ。それはね、ちょっとね、もう負けだよ、完全に。負けないよ。あ、出た、鶏伯爵、進化しちゃったやつ。あ、ホーキンスかっこいい、これ。でっかい騎馬戦ねえ、だ、シャーロットブリュレ、なんか惜しいんだよね。なんか、いいやつなのにさ、結構さ、いいやつなのにさ、なんかもう、ブスすぎて、ブスすぎてごめんなさいなんだよね。なんか、本当に、かわいそう、ちょっと。あー、かっこいいね、これ。かっこいい。行き
きなりキングは取れねえだろうよ。ね。いきなりキングは取れねえだろうよいで。これはかっこいい。シャーロットカスタード。へえ。そんなキャラいたんだ。これ普通に好きだわ。めっちゃタイプ。めっちゃタイプのキャラ。シャーロットカスタード見つけちゃった。めっちゃタイプ。こういう子めっちゃ可愛くて好き。キャラというかリアルこういう感じの子が可愛いと思ってる。あ、出たトリスタン。あ、それがなんすか、ね、トリスタンがそんなさね、宮城との、ね、チョッパー先生みたいなやつね。これはやばいって、これはやばい、これは逆すぎてやばい、死ぬほど美味しい。これあれでしょ、ビッグマムでしょ、うん、やば、ブリュレにめっちゃ似てるじゃん。ね、ブリュレに似てるね。あ、宮城さんね、宮城さん、ポイントが全然来ないね。渋いですね。ここだ、いや渋いですね。ダメだね、全然出ませんね。やっぱり後の半分は美味しい思いしてるよ、確実に。じゃあね、またもう半分。ちなみに多分これだと思うんだよね。買いに行った時に若いお兄ちゃんが2人いて、でなんか新時代のやつが欲しかったらしくて、なんかすげえ店員さんに横柄な態度取ってて、え、ないんすかみたいな。じゃあいいっす、それで、みたいな。で、二人並んでて、もう一人は、もう、なんか最後買うときに、なんか、新しい箱を開けてくれてて、で、なんか、普通に買えばいいものを、いや、奥の方が多分当たり出ると思うから、ちょっと奥から半分ください、みたいな。すげえやかってて、うざーと思って。できないでしょ、そんな。やってた？やってた。マジ？多分店員さん奥から、後ろの方から12パック取ってて。で、俺の統計上でも後ろの方がなんか割と当たりカードが入っ、当たりっていうか、うん、レアカードが入ってるってイメージだから、うん、ちょっとイラッとして。で、これは多分その時の、今開けるのがその時のパックなんだけど、前半にあったら俺の勝ちだなって今思ってる。前半にあれ前半にあったら、そいつに持ってかれたくない、ね、そう。でしょでしょ、うん、そいつらに持ってかれたくないじゃん。なんか、ちょっとね、イラッとした。いや、なんかいいのがね、出てほしいですわな。スペシャルか、うわー、めっちゃいいじゃん、かわいい。 SR？ SR じゃない、レアだけど俺これは好き。それいい ね、これいいね。これはちょっともうなんかレアの別枠だわ。レアの別枠、推し枠。おお、ウルティー、かわいい。これいいね、これいいね。これも作画がいい、めっちゃいい。これもちょっとノーマル別枠。ノーマル別枠、これもいい、これもいい。デュバル、これもノーマル別枠。いいやつだから、ね、うん、いいやつだから。でもこっちだ。あ、出た、ワポル。いや、マジやっぱ、いや、後半にあったのかな、マジで、もしかしたらって思っちゃうけどね。あ、いいね、バイパーかっこいいよね。大地は負けない。ちょうどピカチュウがいるから、ピカチュウに見守っててもらう。ピカチュウに見守っててもらう。ピカチュウ。ピカチュウ。ピカチュウ。いや、もうここで映ってたから、ピカチュウ。あ、そうだね。確かに。今気づいた。いつからいたお前って思ってた。さっきいたっけみたいな。ピカチュウをね、守り神としてね。あ、ちょっと待った。
電池が切れる寸前だそれ今。どれ？そこっち、うん、ロディ、これも分かんないな。あ、アキタヤブルティ猫マムシ、このペコムズの後ろにいるの誰なんだろうね、ちょっと気になるね。本当だね。なんかそういうのも結構細かく書いてくれてるから気になる。フーズフ渋いな本当にね。渋いね。なんだか出たペロスペロ、あれだ、推しのカスタード、タイプの子、タイプの子。おドンカードがこっちに入ってた。おお、今回ね、俺の愛する息子は無事なんだろうな。かっこいいですね、白ひげさん、さすがです。ハムレットこちら、いやマジで入ってませんね。マジでもうあと4パック近い。ややっぱ向こうにあったのかな。パンダもらおう。どうぞどうぞ。本当に後ろなん本当に後ろなん分かんない。いやでも俺も開けててなんか後ろの方があるよなっていつも思うけれどもただあのレア度が高いやつが出るときはだいたい最初なイメージ、勝手なね。一発逆転、一発逆転、なんか入ってるかな、なんか入ってたらいいな。あ、ドクタークレハじゃん。いいね、楽しんでるかベイビーだけ。BB ミンク族、わかんないキャラ多いな。シャーロットプリン、プリンのね SP がね高いんですよ今回。めっちゃ可愛いし、可愛いじゃん。えスイートピー、これは BBW で言うと星はいくつでしょうか。星まあ5だね。もうあーマックスいける、マックスいける。おー素晴らしい、それは素晴らしい。あの皆さんまあちょっと気になったら検索してみてください。いやー出ないか。いやマジで出ないね、一枚もないかもね、ワンちゃんね。全部半分向こうに持ってかれてる可能性あるね。うわーマジだ、一枚もない、しんど。マジかよ、全部あの小僧に負けましたわ。ちょっとガツくあのガツくやつね、本当は順番的に俺がそっちを持っていくはずだったのに余計なことを言いやがって。でこれはあの TikTok のメガネ店長っていうね方のお店、岡山山口、あの人の店か。そうそうそう、山口の下松にある、店舗カードショップで通販で買ったやつですね。いつもメガネ店長の開封動画を見てなんかおーおーって勉強させていただいてます。あ、開封の勉強とかじゃなくてね、あこんなカード出るんだなっていう装置でね勉強させていただいてますよ。結構なんか見ててサクサクっと見れて面白いんで、もしよかったらメガネ店長でねやってるから見てみてくださいね。ここでねいいのが当たったらねちゃんと店長に報告します。お、こっちは入ってるぞ、見えちゃったけど、ブラックマリア。おお、さすがメガネ店長、さすがメガネ店長の店、いいですね。ブラックマリア、いいですね。
美しい、さすが、さすがロビンの宿敵みたいな。いいね。ブラックマリアあれだよね、飛び六方だよね。そうだよね。エドワード・ウィーブル、ウィーブルもいいやつなのか悪いやつなのかよくわかんない。どっちなんだろうね。確かにあれは本当にわからん。そう、いやジンミラー、ペコナッツ、スムージー、スムージーさんもね、セクシー。いいね、ドンカード SV 卵男爵、さっき鶏がゲルニカミルキーブリュル、お、S ホーク、いいね、かっこいい、うん、S ホークマジイケメンだよね。いいね、 S ホークかっこいい。いやーこれもね、まあバラはね出た、シャーロット・オール、はい、バラ終了。こっからが本番、こっからが本番。